堀江貴文さんは素人さんだっただけのこと、最近 YouTuber の中田敦彦さんが芸人の松本人志さんを名指しで猛烈批判したということがあって、ピエロが気になっていたのはそれに対しての堀江さんの発言。松本人志のお笑いが面白いと思ったことはない。なぜなら松本人志の笑いは話の流れで笑わせるけど、 IQ が高い賢い人はその話の流れが予測できるから笑えないと言っているんですが、堀江さんは分かってるから笑えないんじゃなくて、分からないから笑えないんですよ。松本さんの笑いって、堀江さんみたいに IQ が高くて賢くてもそれが何やっているか分からないと笑えないんです。そういう分からない奴は別に笑わなくていいよっていう、このクロート的発想が松本人志さんの笑いのスタンスであり、実際ここ20年の日本の高度な笑いの基準になってきた。勘違いしてはいけないのは、トンネルズさんのような爆炎祭的な予測不可能な展開が本当の笑いだと思ったら、それって大間違いなんです。笑いは一つじゃないし、笑いにも段階がある。今回は堀江さんがシンプルに素人さんだったというだけのことです。このような情報を毎日発信しているので、フォローを忘れなく。